こんにちは、いらっしゃいませ。コンサートホール北の内は、これアクリル板と申しますけれども、私ども2種類のサイズを用意しております。80の50、もう一つが60の50というサイズでございます。大きいやつは主に狭い会場とかで飛沫を飛ばないように管楽器の後ろ、金管の前に置いたりとかいたします。でちょっと大きめのやつは、例えばこれは今フルートとかでこういうふうに横に出るやつ用に作っております。でちっちゃいやつ、例えばこれですね、まだ紙が貼ってますけれども、オーボエの前に置いてるやつ、これはちょっとちっちゃめのサイズでございます。50の60センチ。これはよくオーボエ奏者とかが楽器をメンテナンスとかこうやって振ったりとかした時に飛ばないようにという意味合いで作られております。でこういう時期というか、コロナになったから我々もこうやってアクリルを導入した次第でございます。あちらは何でしょうか。あれは今ですね、いろいろここのアクションというか、縦にしたりとか横にしたりとか、ああやっていろいろ技術スタッフがああでもないこうでもないと意見を出し合ってですね、改良方法をやっております。あのようにですね、ポロッと外れるんですよ。で、あら不思議、はい、元気にある。間違っても本番で若干ですね、立て付けが悪くてですね、これクニャクニャってやつですよ。これは足立が作ってから足立のせいなんですよ。すいません、改良の余地しますね。多分1ヶ月後にはもうちょっときっちりすると思うんですけど。じゃあ第2弾でございます。昔と前と違って、この時期ってその横とかいろいろなことが求められるようになりまして、この通りバカでも分かるように80センチこういうボックありまして、これは業界でバカ棒と言います。バカでも分かるという意味ですね。でちょうど大体この80ぐらいとかいう横幅で椅子になります。ちょうどここはクラリネットなんですけれども、普通だったらもうちょっと近いんですね、50センチとかそのぐらいのサイズなだけなんですけど、今は80で1番、ここ2番ですね。なのでこのように狭くなってきたら、こうやってやっぱりアクリル板が必要になってくるなという形になっております。アクリル板、はい、見えなかったですけど、はい、あるんですね。あまり目立たないように。そうですね、はい、なんか後ろ気をつけて、まだフードファイバーかけてください。とりあえず間に合わせた感じ。活動再開に向けて我々もエンジンをかけ、アイドリングも終了しております。演奏会場でお会いしましょう。じゃあさよなら。